こんにちは、トマヤマスです。こんにちは、アマサクです。はい、今回ですけど、お肉だお化けとお肉だ王国ということで、ごちそうっす。イエーイ。はい、はい、というわけで今回はグルメボッチと言われてるデッキが死滅してしまったんですが、はい、まあ、新たに這い上がってきたデッキが紹介したいなという形で、なるほど、持ってきました。ほわほわ。ということで早速ね、対戦で動きを見ていきたいと思います。お願いします。それではまず非自然アポロお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけん、はい、成功だけで先行いただきます。これ有名な、とりあえずこれ有名なアップルチャージして楽しんでるんです。アップル入ってるんですね。アップル入っております。まあ、そのどうしても今デッキ的に勝てないデッキが1ケースいたりするので、そこに対してちゃんと見るためにアップル入ってますね。と決めて、はい、とストリエライキしてます。はい、してますって送って終わり。はい、じゃあドロー。 GT チャージして2コストで、アップルいきます。おお、このためアップル使わないんで、アップルじゃあ捨てて、山田から2枚取ろう。危ない、少しいな。で、これでターンしてるんです。まあ、確かにそうですね。そうすごい、アフロってなんですよ。割と手なんですか。はい、お動きがない。ドロー。3コストで、じゃあ鬼札アバクと、はい、鬼札王国で、効果が出た時に山札から5枚墓地に送ります。はい、鬼タイム発動しなかったら、その5枚墓地に送る効果も破壊される効果も行われない。もし普通に出せるなら、バッハファイタースピードアタッカー持ってる3マナ、強い強い、すごいドデカブツカードですね。結構強いですね。そうなんですよ、結構強いんですよね。で、単勝これ1回ずつできると繰り返し墓地に使い回したりするので、バラビンシュラ入ってるのが不穏すぎるだがまあね、墓地に落ちちゃったんで。じゃあ勝ち込みに言うと、はい、今見えてるのは何もないですね。まあ、ガードストライクぐらいですね。こんな感じで、まあ、いつものハッピーセットで、はい、で5枚ブレイク、5ブレイク、なんでしょうな、どうしよう、はい、バラの身の下。じゃあ、プライマルスクリーム使います。お、はい、だからここから山札から、確か20スになったんです。あ、そうですね、この間診断で銀幕で、銀幕って黒赤で収録されてからなんですけど、で、山札から4枚墓地で、バラドミナシュラ確定したじゃん。で、その後墓地からカード1枚、クリーチャー1枚返していくので、バラドミナシュラ返していきます。レッドゾーン効果発動で、はい、グレーダーで、そのアタックに対してバラドミナシュラ。おー、綺麗だな。終わりです。めちゃくちゃ相性いいしね、バラド。そう、めっちゃいいんですよ。よく考えたら、当時なかったからね、この手の墓地に。で、バラします。はい、あれですね、巨大設計図の呪縛から解き放たれて、あー、まあ、それは逆に自由で、構築の自由度は上がってる。幅は増えたと思います、本当に。コストとか気にしなくていいので、うん、まあ、ひとまず、1コスト。はい。5000字。はい。で、まあ、一応墓地がね、今これで12枚あるので、12枚。12経験あるので。で、2コスト払って、おー、シゲバラ。変わらんのよ、何も変わらんのよ、それは。で、墓地が、はい、今11枚あるので、グラビティゼロ使ってクロスサギアップで、まあ、一応グラビティゼロでこのままスペアタッカー取ってターン終了です。取られていく、これこれ積んでるかもしれないな。一応引きます。はい、ジャスミン、はい、で、真ん中速してターン化します。積んだなー。で、倒します。カツラでランスをチャージして、一応墓地が今11枚になるので、11経験2コスト払って、エラギリダンス、ダンス、これ下に入れます。耐久もつきまして、これで耐久がついて、で3コストでダーテンになって鬼タイムが、そうですね、鬼タイム発動してるので、もう墓地破壊されない。墓地も増やすことはできないんですけど、破壊もされないです。うわ、で、じゃあギガピザ乗せて割るとこりがわないです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。めちゃくちゃ綺麗ですね、敵として。そうですね、まあ、アバークが出た当初からこれをペイガイ使うムーブはあったんですけれども、うん、やっぱり巨大設計図のギミックであんまり注目されてなかった敵だったんですけれども、うんうん、ですけれども、まあ、今回巨大設計図がなくなって、ただ4ターン GT は相変わらず強いよねっていうのは変わらなかったので、まあ、2回プレイするとその時に墓地が11枚取れるので、4ターン GT ができるっていうので、うん、こういうデッキがまた現れております。受けも綺麗でしたね、今のは。今ライマルでバロード拾うみたいな。そうですね、まあ、そういうのもできるので、結構そのアポロみたいな殴り方はキャッチして出てくるといっぱいあるからカウンターできるよみたいな。はい、いいですね。そうなんです。じゃあ前面もね、見ていきたいと思います。お願いします。お願いします。それではゼロベンお願いします。お願いします。最初はグージャンケン、はい、先行。また先行取って、グルメジャイアントポーズやってました。いやいや、捨てられない。入ってんのかな、グルメは。入っててもおかしくねえけど。ブラキオドランジュチャージしてターン終了です。はい、ビッグバン埋めて終わりです。はい、じゃあアンタップしてドロー。フェルナンド・ソシュール、フェルナンド・ソシュールチャージして、怪しいな。ダンディナソを出します。ダンディナソが出てきた。ダンディナソのとこで鬼札を負け、マナゾーンに置いて、そのままお鬼札をこぼちに送ります。なんとこれで俺は全然墓地から召喚できると思ったら、できます。実質なんか損失がないぞ。実質2コストのクリスタルメモリーです。おー、すげえ。で、これでターン終了です。はい、ドロー。
トラブル埋めて2マナデュエルヒーロー扱って2枚引きます。ジルコントラブル、ジルコントラブル、はい、じゃあドロー、はい、とりあえず3コストで素晴らしいコスモニーボツからワニヘダーバック、はい、ワニヘダーバックで出た時に5枚ボツに送ります。よいしょ、でここは結構、はい、でそのまま破壊されてこれでターン終了です。はい、アンタップしてドロー、グレイトフルベン埋めます。はい、でアットしていきます。で2枚引きます。ここはちょっと多色を使います。終わりです。はーい、じゃあアンタップしていければドロー、おー惜しい惜しいって何なんだ。ブラッキーを埋めてアプル出してターン終了です。結構アプルか、アプルか、やばいな、アプルじゃないでしょうか。そうだ、忘れてた。そうだ、なんで忘れてたんだろう、さっき言ったのに。あー、やだな、アプルか。いや、やるね、それはそれはやるね、まあしっかりここ、はい、けどこれ墓地増えてんすよね。そうですね、そっちが今7になって、まあそんなにね、はい、終わりで。で、7になったということはなんと、まあ、ゼロはないからいいし、しょうがない。なんと、チャージして時期が出るんですよね。すげで、これで、まあ、一旦ターン終了です。ドローを埋めて秩序でターン守ってますね。です、いや、ちょっとね、これ繰り返されるときついんですけど、まあ、ドロー、いやー、どうしようかな。ひとまず、このターンは、2コストで手札からアップル出してます。3コストで墓地から、オブザゼロ、あ、オブザじゃない、オニフラワフとオニフラワフで、墓地をバーンって攻略します。はい。よいしょ。で、これで、ターン、で、破壊されて、ターン終了です。アップルか、今度は。まあ、ゼロとかに対して、まあ、知識もいいし、このデッキ剥がせる火のコマンドがないので、うん、なるほど。GT は封印されると、基本的に、はい、そのうわっ頑張る、アップル破壊、はい、はい、はい、終わりです。あー、怖いけど、これ、負ける。まあ、で、ここまで来ると、ドワンも出ないぞ。フェルナンド・ソシュール、チャージして、あ、やばい。じゃあ、1コスト払って、裏切りダウンス。下に出るのはこの方に入れます。はい、で、していきます。お、自然と闇の2コストで墓地からドマンオタランジュ、はい、で、これはもう全部マナゾーンに入れちゃいます。はい、で、ドマンムの効果でマナゾーンから召喚できるので、そうですね、自然2コスト支払ってマナゾーンからアプルを出します。うざー。で、ドマンムの効果で、1枚セルフハンデスをお願いします。どうぞ。はい、で、これでターン終了です。なんてことしてくれるんですか、マジで。ちょっともう何度でも蘇るアップル。何度でも蘇るじゃん、アップル。手札は？手札は0枚ですね。ただマナゾーンが結構ガッツリある。なんかこれワンちゃんナスオとかがバースしだすとこのままだと。そう、何枚ですか、ちなみに。マナゾーンは今11枚あるので、だからマナから直接ブラキオドランチェが出てきます。あー、はいはい、そうですね、ドマンモの効果でマナから召喚できるので、ほい、うわー、まただー。終わりです。いや、これちょっとやばいな。頼む。いやけど、まあ、割と何でもいいっす。まあでもアップルがいるので、まあ今しばらくは、まあ、そうですね、もうしゃあない。じゃあドローします。はい、おこれはこうじゃないんだよ。アバクもいるし。そうそう、アバクもいるから無限にこうやって何でもできるんですよね、今正直。で、しかもこれはその自然と闇の場合は、そうそうそう、実はコマンド結構あって、裏切りダマスが闇のコマンド持ってはいるので、まあそこまで到達できたら結構楽なんですよね。というわけで、まず3コスト払って、はい、墓地から鬼札を置く、はい、とお礼を置く。鬼札はない、はい、で、これは2体目じゃないので、まあ、普通に5枚墓地小屋出しして、で、破壊されます。3コスト払って手札からビギニングオブジェンド3枚小屋して、山札あと2枚、やばいよー。で、裏切りダマスを回収します。あ、で、1コストで裏切りダマス。あ、で、まあ、懐かしいな、なんかこの感じ。じゃあ5枚下に入れます。で、闇のコマンド、デモコマンド出たので、ドマンマが復活します。はい、とりあえず、相手の手札全部もき取っときたいので、2コスト払って、裏切りダムスをシティバースさせて、墓地からギガンティダムス出してますね。クリーチャー出したんで、ドマンマの効果で1枚セルフハンデスお願いします。で、これが下に山札に帰ります。ここはマナに行かせないと。そうですね。これ、まあ。あれる代わりの効果を使って、場に起こす。そうです。まあ、これ、繰り返し、これを使い分けると、それだけで厳然ゲームプラン作れたりするので。山札が回復した。そうですね、はい、セッションの意思でライブラレアとも問題しません。で、ターン終了です。これはかなりきついな。おお、終わりです。ターンタップで、ドローして、まあ一応裏切りダムスの効果で11コスト払って、まあブラキオドランチ、はい、
で、もうこれは打点的に問題ないので、これは攻めて攻めてでおしまいです。ありがとうございました。しっかりちゃんと勝ってますね。そうですね、まあアップルもあるし GT もある。アップルと GT が両方あるので、まあ、最速できなくても、うんうん、まあ、アップルで一旦時間作ったら、まあ、さっきみたいな破壊されたら墓地が1個増えるので、うんうん、これで GT 着地みたいな動きで、はい、まあ、めちゃくちゃ綺麗でした、ね、今さらっと。めちゃくちゃ完璧に手のひらの上で転がされてしまいましたね。環境トップに対して結構強いという。そうですね、まあ、アップルの刺さりもいいので、それでは、デッキリストの方を紹介してもらいたいと思います。お願いします。 GT の刺さりがいい環境だと、まあ、4ターン GT 当たり前ですけどめちゃくちゃ強いので、環境に適しているデッキなのかなと。実際今回みたいにゼロ弁とかそういうデッキとかに対してはすごいアプローチの方法とした一つだなって思っております。グルメ墓地の時からここは変わってないんですけれども、 GT で着地しても完全に2デッキしきれない対面に対してはブラキオドランチだったりギガンタノスまでアクセスしていったら、まあ、大体ゲームエンドが見えるよっていうデッキにはなっています。まあ、ただ4ターンブラキオとか4ターンギガンティダノスは多分基本的に難しい、まあ無理なので、まあめちゃくちゃ先に殴られて墓地フェルナンド・ソシュールのこうプライマルスクリームで墓地越えとかいったりしてない限りは無理なので、ちょそこに関してはやっぱグルメよりはかなり劣ってる点なのかなというふうには思いますね。はい、劣らんと困りますまあそうですね。で、まあ、その、今回は、最悪ピントカード散らしてたり、G 枠のカードが、バラトミナシュラ、ダンディナス、オートマンモドランジュ、まあ、G 枠のクロスファイヤーとスマホンみたいな形で取ってるんですけれども、この辺の枠に関しては結構環境見ながら、ただ、ダンディナスは、まあ、実質、アバクの5枚目なので、まあ、やっぱり優先度は高くなるのかなと思います。似たような構築で、最近ジャンバラパラダイス入れてる構築もあるんですけども、個人的にはちょっと呪文が混ざるのがあんまり好きじゃなくて、今回は、そっち、構築にはしてないですね。プレイめちゃくちゃブレますからね。そう、見て落ちて2枚あれが墓地遅れた瞬間にわーって声出て何もできなくなっちゃうってことがあったりするので、うちのチャンネル的にはちょっとフルクリーチャーを結構紹介というか、おすすめ、はい、決まりました。おります。では、はい、ケンジと連勝チャレンジ行ってみましょう。お願いします。お願いします。それでは闇自然ケンジお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけん、はい、おお、すごい、どうだ、最速、うん、まあまあまあ、はい、まあまあマジでまあ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 って言いながらやるやつだな。まあ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 、それはこれマナから出せるの忘れてました。あ、そうですね、はいはいはい、マナから出せる。あのタイミングがバードいらなくねと思うので一旦置いちゃおう。エンド、実はいいのかな、どうなんだ、ちょっとどうでしょう。じゃあずっとこう、いやちょっと待って、ケンズ持ってんじゃん、ちょっと待って、アップル、いやアップルあるけど出せねえんだよあガチかやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、これやばいな、困った、嘘でしょ、ちょっと待って、どうしようこれいや、ケンジから出るまでは許容しよう、ギュンター出てくるのがやばいから、これうわもうしゃあない、アバク置きます、エンド、ドロー、確かにね、ギュンターは事件ですね。そう、あ、まあこれマナから出せますもんね。そう、手札にもちょっと関係ない、はい、いや、ここ大事よ、ここ使って、このビジュアル出た時上から3枚墓地、その中の時リーチャー行って出す、使って使って、あーまあ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 、ケンジの効果3枚抜けれます、はいはい、ここし、はい、クライマックスジャンプ、はい、グンッ、いや、そっす、なんだかん、こっちで行ってみましょう、楽しそうなんで、はい、ペガサスアタックする時山札上から3枚を3枚までマナに置く、はい、フルで置きます、はい、クライマックスショーユートアップヨサス現地キングマン、その後好きな数自分のマナゾーンからクリーチャーを出す、はい、うわちょっとヤイヤクライマックス、まあ、人魚までは出せですね、ヤイヤクライマックス、まあ、一応補足しておくとこれ進化クリーチャーなんで、はい、なんと剣士が乗るんですよね、だからもう一剣士ユンタもできます、おー確かにまあやるやらないはもちろん重要なんですけど、まあ、できるっていうのだけは知っとくだけで全然違うので、けど CIP 発動しないですもんね、そうですね、そもそもまあいいでしょ、これでいいね、じゃあ、はい、ここまで行ってこれの上にこれも乗ったりはするけど意味ない、まあ、そうです、意味はあんまりないので、燃料はあんまり意味ないんだろうけど一応出すか、はい、マナが、いやマナが増え、うん、まあ打点で、はい、3点ここ何あんの、うわとりあえずガードストライクでいけるんだと思います、うわー、いやてかもうスマホも止まってるから未来ないじゃん俺が悪い、いや悪くはねえわ、これ関係ねえもん、関係ない、関係ねえもん関係ない、これじゃあアバクラソとしてもアドオンでターン終了です、アバクチャージャー、アバクチャージャー、はい、アンタップドロー、おっ、おっ、おっ、さんこんなギミックまで言ってるのか、お、なんだろう、埋めて
はい、これで好きなカードをマナから。あ、そうですね。これおしゃれですね。そうですね。バンディナスと多分今の環境というかどんどんカードが増えてるのでもうやれることがめちゃくちゃ増えてるんですよ。マナにも逃がせるし、墓地にも落とせるみたいな。終わりで。一応ね。確かに。うわー。うわー。宇宙みたいなデッキの状態。ジャイアンモアイランド。すごすぎる。ありがとうございました。え、ゲームしてないんですけど対応機器やばいんですけど。悲しい。大丈夫これ。対応してないよ全然。うわアップル、うわアップル出てこなかった。俺がアバコを1ターン目に植える決意をしていればアップルが出すとない。いやなるほど。いやアップルなかったもんな。でもその時はい、だけどやっぱ勇者から、はい、負けてしまいました。だけどワンチャンは全然ありそうなんだけど。あ、まあそうです。今のも、まあ、結局自分が先行で、うん、例えばあのアップル先出しとかしてたら、まあ、メタクリチャー処理するのにターンかかったりして、それで墓地先に作れたりするっていうのもあったりはしたので、まあ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 全然やりそうなデッキですね。目なしではないですね、うん、まあそのアップルが強いのである程度のアンフェアデッキに対しても1枚でゲームが戦えたりすることが多いので環境的にも立ち位置悪くないのかなと思ってます。共有も少ないんで。そうですね、結構いいかもしれないですね。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。